練習でできていたことが試合で発揮できず、SC 面が。それ、あんまり実は刺さんないエピソードで、はい、結構落とし穴っていうか、NG パターンというか、もう全くダメだなって思いました。うんうん、どうも、新大リーメンバーの高橋です。今回は、元リクルート人事によるガクチカ ES 制作ということで、父さんに来ていただいて、まだ就活始めたばかりの兄さん卒の就活生のガクチカを実際に添削していただきたいなというふうに思っております。まず父さん、じゃあ自己紹介の方お願いします。はい、皆さんこんにちは。人事コンサルティング会社の人材研究所の代表してます、父さんと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。実際に今日の就活生の方も自己紹介お願いします。明治大学法学部法律学科に所属しています。永田修一と申します。大学では体育会ゴルフ部に所属しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ガクチカの方を発表していただけたらなというふうに思います。私は体育会ゴルフ部において秋季リーグ戦2部優勝1部昇格に貢献しました。私は春季リーグにおいてチームで2番目にスコアが悪く、チームの順位を大きく落としてしまいました。練習でできていたことが試合で発揮できず、精神面が課題であると考えました。解決するためにメンタル面を強化する必要があると考え、新たな試みに取り組みました。私はメンタルトレーナーの方のもとに足を運び、一から自分を見つめ直しました。カウンセリングを受けていって、自分が試合に対してどういう心境を抱いているか吐き出していきました。話をしていくにつれて、ご自分が試合に対して過度な責任感を感じていることに気づくことができました。試合の緊張した場面でも客観的に自分を見ることで落ち着いてプレーすることができました。この取り組みによってメンタル面が改善されて、試合でも自分の実力が発揮できるようになりました。よって秋季リーグ戦2部優勝1部昇格に貢献することができました。この取り組みによって目標を達成するためには、他者の意見をしっかり聞いて自分を分析することが大切なんだなと思いました。以上です。これだけで合否判断するのはちょっと難しいと思うんですけど、ね、まずちょっと丸×の方をお願いしても、お出来用でいっぱい受けるじゃないですか、はい、だから分からなかったら落とすんですね、はい、だったらもうこれです、はいはい、ちょっと情報が足りなすぎるというのと、うん、あとここから何のメッセージが伝わるかというところが多分意識してるかちょっと分からないんですけど、うん、あまりいいものではないっていうふうに思ったんですよね、うんうんうん、まず結論です、はい。ちなみに ES 書くときどこを意識したとかってありますか？結論から書いて、でその課題を書いて、その課題解決するためにとか、いろいろその順序を踏んで書くようには意識しました、うんうんうん、じゃあそれを踏まえてフィードバックの方よろしくお願いいたします、はい。まず書き方以前の問題として、はい、このガクチカで何を伝えたいかどうかというところなんですけど、はい、どういう自分は人だっていう風な読後感を持ってほしかったっていうので、それって何か考えてました？そうですね、こう自分で課題を解決するために、うん、自ら行動することができて、うん、こう積極的に施策に取り組んでいけるっていうのをこうアピールできたらなと思って、うん、なるほど、はい、書きました。そのメッセージは伝わらないことはないんですけど、はい、分かんないんですね、ですね、このあたりっていうのが、はい、例えばメンタルトレーナーはなんかゴルフ部とかなんか大会いるのかなとか、いやそうじゃなくて、もう普通だったらこんなことはしないんだけれども、メンタルトレーナーっていうのをあえて探してる、ね、探す苦労っていうのがこれなんかあって、はい、でそこで見つけた人からこんな具体的なものを持って、最初は反発を覚えたけれども、実際にわからないことでもアドバイスを受け入れてやってみようと思ったらうまくいった、だったら今のメッセージがなんか伝わってる感じがするんですけど、はい、そこら辺の技術が薄いので、結局これで僕はメンタル弱かったやつですって言ってるように聞こえる。でもそれ本意ではないですよね、多分。それはもう伝えたくはないですよね。ですよね。はい、めっちゃ伝わってきちゃった。でもね、こういうね、学び系、この経験によって何かを学んだっていうのは、実は結構落とし穴っていうか、NG パターンというか、よくでもありますよね。学生さんだから何かを学ぶっていう機会もめちゃくちゃ多いと思うし、うん、できてないこともあって当然なしなんですけど、むしろ、例えば面接官って、この経験によってあなたは何を学びましたかっていう質問をしたりするんですけど、それってね、ネガティブなものを引っ張り出したいときに、聞いたりするんですよ。だいたい面接とかイエスとかって基本的に自分のアピールをこうしようっていう風にするじゃないですか、うん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 、弱みとかそういったネガティブなことって聞けないんですよね、うんうん、でもどうやったら聞けるかって言ったら、今みたいにこの経験からあなたは何を学びましたかって聞くと、こういうマイナスなところがあったんだけど、この経験によってこれがプラスになりました、
で人事はどう思ってるかって言ったら、いやそんな人はあんまり変わらないんで、マイナス取ったものがドプラスにはならないですよね、はい、でということはマイナスがまあぼちぼちぐらいになったのかな、今でももしかしたらまあ標準よりはそこまでいってないかもしれないみたいな感じに思われたりとかするので、うん、まあよく言われてるそういう学習系というか、何々でこれを学んだ系のエピソードっていうもの自体がまずエピソード選択のところでいい印象を抱かしにくいところなんですか。学知化って最後はこの経験から学んだことを書くっていうのがなんかもうテンプルだって、まあ、いらないと思うんですよね。最後どうやって締めればいいんですか。いや何もこの結局学知化から聞きたいことはそれあんまり実は刺さらないエピソードで、はい、とにかくね事実事実事実っていう感じで、うん、旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。